キューベペプラーです。信長の野望大使パワーアップキル、さあ始まりました。足利義典プレイでやっています。ではね、どんどん九州をね、攻めていきましょうかね。そろそろね、島津との同盟関係がね、ちょっとやばくなりましたね。ではね、ちょっとこれ伸ばしましょうかね。うん、縁組はできなさそうなのでね、同盟の延長をしますね。でそろそろね、長宗我部と和議を結んでもいいかなとちょっと思い始めてますね。というのもね、戦の長期化でね、民の、忠誠度がかなりやばいのでね、ではね、どんどん進めていきますかね。我らの勝ちよ、勝ち時をあげよ。あ、ここを取ったおかげで、あ、もしかすると、もしかするとですね、戦になりますね。我が野望、何人たりとも止められぬ。投降しない武将は斬るというね。ちょんまげを切りましたね。やばいですね。これは、島津との戦いになりますね。なるほど。ちょっと視野に入れてなかったな。まずいぞ、これは。口を敷くことよ。ああ。ではね、あれやっちゃいますかね。ご内緒。勝つためなら。これをやることによってね、味方にね、すると。婚姻を結ぶと。いや、いいかな。ちょっと姫がもったいないのでね、婚姻は結ばなくて、いいでしょう。ご内緒をね、叩きつけてやりましたね。これは下手をすると秋月城をこれ落としても中津を落とさなければなんとかやれそうな気がしますね。というのも、後方にね、武将を置いといてくれるんじゃないかなと思いますね。やはりね、この秋月城を落としましょうかね。他愛もないものだ。ね。海の兄貴が。ではね。二人ともね、ちょんまげをね、落としましょうかね。行きます。ではどうだろうな、一回戻しましょうかね。ご命令。ご内緒を叩きつけてやったので、合戦の長期化というね、
マイナス面が減りましたね。うん、これでねどんどん攻めていけるんじゃないかなと。うわちょっとまずいな。でも島津との手切れはねちょっと怖いですね。できるだけね準剣場をね置いてなんとか防ぎたいですね。ここにも準剣場置いてやりましょうかね。ああちょっとな予期してなかったな。かしこまりました。うわ承知いたしました。うわはい。ほっね、連兵場も置いてやりましょうかね。ではねこのまま攻めていきましょうかね。うわ皇族部隊をね持ってきましょうかね。で騎馬隊でねで柴田勝家でね。ではこのような形でね進めていきたいなと。ちょっと怖いな。うわまあねご内緒で味方になってますんでね。木月城でね、雪の被害は少ないですね。お、新たに元服を。そろそろね、対明地と議論値を上げて、ね、あとは対明ばっかり上げていけばいいでしょうね。これにて表情を終える。お王の春永くんですね。佐竹義信さんとか出てきましたね。よし。かたじけない。問題はね、中制度ですね。一条さん。かたじけない。かたじけない。ではね、どんどん進めていきましょうかね。全面解放ね。よし。赤子の手をひねるようなものよ。この舞台はどうしましょうかね。一度ね、騎乗させましょうかね。あとこちらの土地もね、兵の調整を行ってね、準剣場を作ってね、であとは諸行でいいでしょう。ここはで中津はね通り越してどんどんこちらをね征伐しに行きましょうかね。お信長隊にね
勝ですね。ええ、ではね、こちらの舞台はまずこちらをね、潰してしまうという方向にしましょうかね。うん。で、この舞台はね、こちら側で防ぐというね、形を取りましょうかね。沼罠をね、配置して、で、あとはね、うん、小太郎を置いて、で、鳥居をね、配置させて、すぐ叩くというね、形を取りましょうかね。で、こちらに陣を置いてね、で、こちらをね挟み込むと、うん、こういうような形にしましょうかね。俺に続け、始めよ。で、この舞台でね、始めるぞ。挟み込んで、で、こちらはね、ご命令を始めましょうか。始めるぞ。迎え撃つと。ご命令ください。ご命令を。敵の居所を掴みました。こちらに向かってますね。始めよ。ご命令を。覚悟せよ。覚悟しろ。叩き潰せ。奇襲を食らってしまいましたね。うわ、やりますね。容赦せんぞ。やりますね。うん。情けはかけません。始めるぞ。始めましょうか。やってくれましたね。敵の居所掴みましたぞ。ゲチを隙を見せたな。覚悟せよ。ああ、この舞台は引っかからないな。修羅となりて敵を焼き尽くす。沼罠でね、ええ、敵をはめて。始めるぞ。ちょっと被害がでかいですね。こちらは、うわ、雷神はね、あ、味方が、まずいなこの舞台は。負けてやる気はさらさらねえぞ。ああ、容赦せぬぞ。覚悟せよ。ご命令を。始めるぞ。守りが甘いぞ。我らの破れるとは。かかれ。攻めよ。今は引く。始めよ。覚悟してもらおう。我らが破れるとは。一舞台やられてしまいましたね。情けは無用。
人も俺に背くことは許さぬ。この舞台がね、お、立石さんだとかね、ええ、下りますね。ちょっと島津の動きが本当怖いですね。俺の天下。はあ、ではね、信長隊はちょっとこれは、少ない兵のところはね、騎乗させましょうかね。うん、4000以下はね、騎乗させましょう。で、4000以上のね、おっとっと、兵を持ってる、城のね、人たちを呼び集めましょうかね。うん、杵築城のね、この舞台はちょっとまずいんでね。うん、まあ、これでね、呼び集めましょうかね。俺に続け。あ、落としましたね。行くぞ。ではね、この舞台で柳川を、これでね、進め。この準剣所のね、この準剣所は早く潰しといた方が良さそうですね。待機せよ。うわ、なんでこんなに。ご命令を。うん、でもね、浮田直家さんがまだこんなね、長生きしてるので、というのも、うん、豊作ですね。うん、寿命が少し伸びるというね、豊作やってますので、こちらでね、うん、寿命がね、多少伸びてるんで大丈夫かなと。それで、だいぶ来ましたからね。ではね、今回はここまでにして、うん、このね、秋月城を落としたということでね、一旦ね、終わりにしようかなと、思いますね。かしこまりました。で、次回はね、御内所のね、効果が切れるまでちょっと攻めていきましょうかね。うん、かしこまった。ではね、今回はここまでにして、チャンネル登録と高評価の方よろしくお願いいたします。では